こんにちは、メルチョコです。今回は久々にエルメスを購入してきたので購入品紹介をしたいと思います。今回は2つ購入してきました。こちらとこちらになります。ちなみにこちらはツイになります。ではこちらから開けていきたいと思います。ツイで買うのはすっごい久々ですね。でこれが欲しかった柄になっていて、一度お店で問い合わせた時は春夏のツイギーなので予約分で埋まっているということだったんですけど、違う店舗に立ち寄った時にツイギーあげますかって聞いたところ、なんと入荷していました。こちらのカラーが少し遅かったらしくて、こちらになります。こちらのツイギーになります。鍵のねデザインをした、黒かピンクで欲しくてちょうどピンクがありました。2本買おうか悩んだんですけど、今回は1本でこちらの購入になります。でもう一つがこちらの箱になります。では開けていきます。こちらのオランのサンダルになります。エルメスでサンダル買うの意外に初めてなんですよね。記念すべき初サンダルです。こんな感じになります。かわいい。ちょっとここの甲の高さというか、私は甲があるのでワンサイズ上げましたの、ワンサイズ上げて37になっています。普段は36が多いんですけど、こちらは37で購入しました。スイギーの2点購入してきました。またエルパトの方もちょくちょくしてはいきたいと思うので、頻度はそんなに高くはないんですけど、時間があるときに見ていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。